今夜のエブリバディノーズのゲストは、武藤翔平 with 上野浩二ということで、まずは1曲聴いてください。キリンの首。まずは1曲聴いてもらったのは、武藤翔平 with 上野浩二、マリアッチパンクスからキリンの首です。聴いていただきました。スタジオにはお二人、武藤翔平さんと上野浩二さんお迎えしてます。どうも初めまして。初めまして。よろしくお願いします。マリアッチパンクスというアルバム、二人でちょっと意表をついたこう作品というので、まあ二人の組み合わせもそうなんですけども、届けられて、これはなんかいいグルーヴだなと思って来ていただいて嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。武藤さんはもう、この渋FM でもおなじみの勝手に仕上がれ、等々でね、よくいろんな番組に来ていただいてたりすると思うんですけども、そして、まあ、上野浩二さんは、まあ、今ハイエータスだったりとか、渋FM だとちょっと前だとレディオキャロラインとかでよく、そうですね、お世話になりました。来ていただいたようですけど、まあ、この番組はお二人とも初めて。そうですね、なんでね、あれね、伝説の加納さんの番組。あ、そうそうそう、加納さん。そうそう、加納さんのものすごい渋いタッチの。俺も出たことある、あのここじゃなくてどっか の、あのバーで収録させてもらって、出ましたね。加納さんのさ、声のトーンが、加納直樹です。もう上達やばりのさ、あの、低音の。まあ、あの、変わりますよね。はい、変わります。全然違いますよ。普段中じゃないもんね、だってね。そうですよね。そんなこと言ったら多分怒られるけど。いやいや、言っときますね。そんな、でもお二人は、まあ、あの、いろんなライブだったりで、もう出会いとしては結構長い感じなんですか、お二人は。まあ、そうですね。そうですね。うん、まあ、まあ、正確には覚えてないんですけど、まあ、まあ、十何年は、まあ、そうですね、知ってる感じですかね。でも今までなんかその、こう一緒にライブ、二人でやるっていうのは、いつぐらいからだったんですか？ですね。やるようになったのは。あの、この形式になってからっていうのは、
2008年の暮れに、うん、勝手にしやがれがちょっとお祭り的ライブをやって、はい、であのトリプルドラムとか、はい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 、あので上野くん呼んだりとかで、そういうライブをやった時に俺の弾き語りのコーナーであの今の武藤上野の原型というか、まあ、本当にたった2人でそういうことやってみようっていうのをちょっと一回コーナーでやったんですよね、うん、なるほど、はい、それが発展して、うん、このしかもマリアッチってね、まあ、日本人にはなかなか馴染みのないその、うん、まああのジャンルというかね、うんうん、キーワードじゃないですか、はいはい、でそういうタイトルを、まあ、あのつけるっていうアルバムをね作るに至ったところはどういうところかなんですかね。やっぱりなんだろう、2人でやる目的というかコンセプトというか、はい、そういうところで、例えば DJ とかで地方に呼ばれたりとかっていう風なのがあった時に、はい、2人がせっかくこうやって組んでんだったら DJ 仕事みたいなのを実際に演奏ででもミニマムでできないかなっていうところがあって、はい、で2人で結構回ってるそのスタイルがアコースティックを持ってちゃんと歌って2人で演奏してるじゃないですか、はい、まあいわゆる日本的に言うと流しなわけですよ。まあまあそうですね、はい、でもやってるサウンドがそんなに流しといってみんなが想像すると、うん、例えば演歌っぽいのかなっていう風なんか、そうですね、はい、そうなるから、うん、まあ、例えば西洋風なとか世界的な音楽の中でうちらの形式みたいなんで流しみたいなのって言ったらやっぱマリアッチなので、なるほどね、うん、そのマリアッチって、まあ、僕もそんなにそのジャンルというかね詳しくないんですけども、うんうんうん、まあ、ある意味土着な音楽だったりするじゃないですか、メキシコ南米の方ですよね、はい、そうですね。それはやはり普段から、武藤さんの場合はいろいろ、いや、まあ好きは好きなんだけど詳しいわけじゃなくて、うん、そんなイメージが好きみたいな。なるほどね。だからヒスパニック系なので、うん、メキシコといっても、そうですね、そうするとスペインも好きだし、うんうん、アルゼンチンの方だって好きだし、うん、なんかそれがなんか実は日本の演歌に通ずるところがあるっていうか、なるほどね、哀愁の漂い方とか、うん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 、そういった雰囲気は大好きなんで、うん、うん、じゃあそれをまあこの日本人としてこうやると変換するとマリアッチ的かなっていう最初におっしゃったような感じなわけですね、きっとね。そうですね、うん、はい、そういうなんかこういマリアッチと、まあ、上野さんのまあ割とね真ん中に走ってるパンクスっていうそのキーワードとかマリアッチパンクスのマリアッチが翔平担当だったらっていうことですよね。パンクス担当なんで、うん、まあでもなんつうんですかね、そのジャンルとかまあそういうのまあ関係なく、もともとやっぱりなんか翔平がこの持ってるものというか、うん、そのなんつうんですかね、歌がまあ歌わないとどうにもならない。そうですね、翔平が作ってくる歌がものすごく好きだったんで、うん、まあそれに対してはこう、まあ俺だったらこうするなみたいなところぶつけてみて、まあうまく融合はしたんじゃないかなとは思ってますけど。なるほどね。じゃあそういうイベントとかで2人でやってるところからこう発展して、うん、まあ、うん、曲も作ってってっていう感じになったんですか。そうですね、うん、なるほどね、うん、じゃあその武藤さんが作ってきた曲に、まあ、割と上野さんも一緒に演奏してっていうところから、うん、ね、うんうん、でまあ、じゃあ曲できたからなんかちょっとレコード作ってみたいなみたいな流れから作ってみたんですけど ね、はいはいはい、そうか、意外となんかその2人の出すグルーヴっていうのがね、うん、気持ちいいですよね。ありがとうございます。つっても、うん、今回は俺、うん、ギターとボーカルってやってるけど、うん、勝手に仕上がるドラマなのでね、そうですよね、ドラムボーカルで、例えばイベントとかで出た時に友達とかから初めて武藤上野を見てくれた友達とか、はい、やっぱ俺ギター弾いて歌ってるけど、うん、さすがリズム隊だねっていう、なるほどね、そういうな評価とかもらってるんで、はいはいはい、俺も、ね、ギターでしっかりなんかギタリスト的な弾き方をあんまりしないから、はい、どちらかというと上野くんのベースをベードラって考えて、うん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 、俺が乗っかり方がスネアっぽかったりとかっていう、なるほどね、なんかそういう感じで合わそうとするから、はいはいはい、だから自然とグルーヴが出てくるんじゃないかなって。じゃあギターというものを持ってるけれども、うん、出し方自体が打楽器な感じですよね、やっぱりこう買ってきたんでね、まあ、そうですね、うん、で結構叩いてますからね。ですよね、はい、叩いて 何本もありましたっけ。そうレコーディング完成に至るまで、まあ、ライブの時も含めてね。あ、最初の時は本当落ち込んでましたからね。人間ってこんな落ち込むんだなって。
ドラマ見てるみたいな。うなだれるんですね、やっぱり。落ち込むと、なるほどね、うん、なんか上向けないですよね。あ、まあライブやってる時はもうその瞬間もそれもしょうがないと思うけど、うん、もうやり遂げるしかないですから、ね、遂げるけども、終わった後に、うん、終わったら、ああ割れてるってパカーって口開いてる。しかも当時なんか買った1ヶ月ぐらいのやつだったんで、ね、人間やっぱ落ち込むんだなーって。それを経てっていう感じ、ね、そうですね、そういうグルーヴになってると思います。あの、なんかそこすごいそれ伝わりやすいですね、音楽聴かせていただくのとともにね。じゃあまあそのマリアッチ的なね、うんうん、選曲1曲今日は持ってきていただいたんですけども、これはですね、あのロバート・ロドリゲスさんっていうあの映画監督さんがいて、はい、あのアントニオ・バンデラスが主演を務めたデスペラードっていう映画なんですけども、割と有名な作品ですよね、はい、あのかなり内容バカで、うんうんうん、あのなんだろう、マリアッチが、うん、あの復讐を、あの悪の組織に復讐をするという話で、はい、ギターケース持ってマリアッチなんだけど、うん、気づいたらそのギターケースがバズッカ砲になってたりとか、そういうおバカな機関銃、うん、なんかハードケースなのに そっから機関銃になってたりとかっていう、うん、バカみたいな感じなんだけど、そのバカらしさがかえってかっこいいみたいな感じで、なるほどね、なんかそういうのにすごいロックを感じたんですよね、はいはい、だからマリアッチを本当にやろうというよりも解釈はそのカードだったりするような気はするんですね、我々がやってる解釈、うん、まあど真ん中のそのマリアッチ解釈っていう感じじゃなくて、やっぱりお二人ともどうね、ロックっていうところですかね、うん、そのアルバムからちょっと一曲聴いてもらう、はい、それとじゃあもう一曲、今回のマリアッチパンクスから続けてかけましょうか、うんうん、はい、わかりました、じゃあまず、映画のサントラですが、映画デスペラードからですね、ロスロボスウィズアントニオバンデラによる、キャンションデルマリアッチ、ですね、武藤翔平ウィズ上野でアミーゴ、アミーゴ、a mujeres no me falta ni el dinero, jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna。Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
そこにいるなんつだろう。運がなくない涙が全然漏れても友達ならきっとそこにいるはずだろう。君が急に大人になって大事なこと忘れ何かに惹かれてもついてる時に周りが見えなくても友達なら顔を思い出してほしいな。続けて聞いていただいたのは、まずロスロボスウィズアントニオバンです。武藤さん、これタイトルは感傷デルマリアチ多分ですよ。そして、今回のね、はい、ミッド武藤翔平ウィズウィズ、アミーゴアミーゴアミーガアミーゴか、はいはい、はい、やはりつながってる感じがね、うんうん、ありますよね、どこかね。ありがとうございます、はい、でまあ今このスタジオにいる、まあ、今回のリリースに関する女性スタッフがいるんですけども、うん、はいはい、この曲は酒臭さがない曲だなって言ってましたそんなこともないですけどね歌詞を読むと結構、うん、君と飲みたくなるとか、うん、君の愚痴でも聞きたくなるっていうところから入るんで、なんかなスカッと飲むスカッと飲む明るい感じ、はい、レモンサワーみたいな、うん、ぜひとも武藤翔平さんにもそうやってスカッと飲んでほしいところですその辺のやはりこのまあ録音するのはね、まあもちろんちゃんと2人でやるんだろうけども、そのアウトサイドの2人のその、レコーディング行くまでのそういうエピソード的にはいろいろやっぱりあるわけですか。まあだって音楽やってなかったらひどい人ですもんね俺が言うのもなんですけどもまあ俺も人のこと言えたことに聞いてもないですけどもね、まあ大体酒臭いですよね。いや今日もだからね、酒、うん、差し入れしながら一緒やろうかなとか思ったんですけど、うん、まあ初めてお会いするんでその辺どうかなと思ってね。いやもう全然もう、まあ、飲めと言われればね、まあ、それはそれはもう全然もう遠慮しませんよ、うん、あそうですかあじゃあ今曲かかってる間次買っとこうかな僕はもう氷だろうがお釣りだろうが何でも氷かお釣りでした何でもいいですよ氷かお釣りどれでもいいです。はい、でもこのアルバムやはりねちょっともともと勝手に仕上がれだったりするところでも感じる、まあ、まあその夜や酒のイメージとも別とのやっぱ旅に行きたくなる感じのアルバムですよね。 旅で聴きたいアルバムだよね。あ嬉しいですね、うんうん、今回のは適当にできた、うん、俺の中に降りてきた曲を、うん、無糖上野でやろうじゃなくて無糖上野用に書いた曲なんですよ。用になるほどね、歌詞とかもそうだし、これは上野君と一緒にやって、はいはいはい、だから全国要はアルバム作る前に、うん、結構いろんなとこちっちゃいとこ回ってきたりして2人で行きました、うんうん、でなんだろうその時のお客さんの反応とか見たりとか、うん、移動中に思ったこととかっていうのを、うん、なんとなく貯めといて一気に歌詞にしたようなところがあるんで、うん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 、なんだろうな、なんかそういう意味では結構
まあ、東京でライブやることも多いけども、2人で結構いろいろなんか例えば電車乗って行ったりとか、飛行機乗ってどっか行ったりとかっていうので結構あるんで、はい、なんかそういう印象っていうのは結構でかいかもしれないですね。じゃあそういう蓄積がありっていう感じなんですね、うん、そうですね、うん、上野さん、あ、なんかそういう感じ、そのまあできた今その曲ができてくるね経緯みたいなのちょっと武藤さん話してくれたんですけど、うん、やっぱあの時のああいう感じがこうなってんのかなみたいな、なんとなく想像できちゃうとかあります？もう想像できるのもやっぱありますよね、うんうん、8曲目に入ってるそのダララっていう曲は俺があの翔平に言った言葉そのままですよね。ああ、うん、そうなんですか。酒を飲むと俺は面倒くさくなるらしくてですね。はいはいはい。本人無自覚なんですか？いや、多分面倒くさいだろう。なんとなく空気でわかるんですよ。なるほど。空気でわかる、ね。周りの周りの周りの空気で。うん、なんとなくなんていうんですか、フード付きのジャケットでもジャケットとかそういうの着てたら、だんだんフードをこう頭から被っていくような感じのイメージ。ね、周りがね。はいはいはい。なんかもう自分で。知らない間になんか誰かがトイレ立ってるとかね、気づいたら俺の周りに誰もいなくなるような空気は分かる。そうなんですか。ここにいる感じからはね、もちろん今伝わってこないところがあるけど、いやいや今シラフですからね。やっぱ一本入れとけばよかったかな。そんなことしちゃったらもう放送終わんないですよ。そんなことも書いてあるんですけどね、うん、でもやはりまあ一方でキーワードとしてね、マリアッチっていうところで、うん、もちろん今そこを突っ込んで話聞いてますけど、やはりそこに上野さんのそのパンクロックのグルーヴが刺さるのがやっぱちょっと2人でやる意味じゃないかなってやっぱり思いますよね、聞かせていただいて。まあそれが出た方がやっぱりいいと思うし、やっぱバンドは、うん、やっぱ2人だけでもやっぱり捉え方としてはバンドですもんね、と俺は捉えてて、うん、そのなんつうんだろうな、この翔平がギター弾いてる感じ、絵としてこう浮かぶ感じというか、はい、こうなんつうんだろうな、俺が足こう刻んでる感じというか、はいはいはい、そういうのも全部出ればいいなと、うん、特に今回はね、そのアコースティックの楽器でやってるんで、うん、この楽器の前にマイクを立ててその音がメインだったりするんで、はいはいはい、そこになんか全部このこう空気が震える感じというか、うん、そういうのも全部取れてればいいなとは、なるほどね、ずっと思ってましたけどね。そうか、そのなんかすごいよくわかる感じですね。なんか普通のレコーディングのなんかスタジオ撮るっていうよりかは、なんかそのこう肉体から出たその足の刻みだったりとか、うん、もう全部こうその中にマイクの中入っていくみたいなね。入ってればいいなと思うんですよね。うんうん、多分なんだろう。すごいいい環境とか、うん、いいヘッドホンとか使って、はい、大音量で聞くと、うん、なんかね、弾く瞬間のハッとかってこう息吸うようなのまで一応取れてると思うんですよ、ブレスね、うんうん、そういうなんか弾いてる最中のなんかスッって押し殺す感じまでも入ってると思うんですよね、うんうん、でもそうやって演奏してんだなっていう表情がね、音で伝わればいいなって思って、だからそれがなんかアコースティックの醍醐味というか、うんうん、なんかそういうのをなんか大切にして、うん、今回やって結構いい意味で生々しくはなってる。そうですね、うん、生々しい、やっぱりそのいろんな巡業をいろいろやってきた、うん、フィードバックだなみたいな、あえて巡業って言っちゃったんですけど、巡業ですよね、巡業の流しですからね、ですよね。巡業はどんなところも、北から南まで割と、そうですね、まあ呼んでいただければどこでも、まあこう行ってたまたまそのアコシクの楽器なんで、うん、まあ2人でどこでも行けてどこでもできるっていう強みもあるんで、マネージャー的な人いなくて行ってたっすか。そうですね、うん、うん、今でもなんか呼んでもらえたらどこでも行きますよ。だからもちろんまあ所属してる会社とかを通してっていうふうなことで行ったりする場合もあるけれども、はいはいはい、うん、もっと気軽に例えば北海道の知り合い友達がちょっとこういうパーティーっていうかね、こういうイベントやりたいんだけど、うん、お金あんまり出せないしとかって、うん、じゃあ、事務所にちょっとこういうことなんでちょっと事務所を通した仕事じゃないけども、うん、うちら営業としてね行ってくるよみたいな感じで言って、なるほど、まあちょっと
ちょっと事務所通すよりもちょっと安めのギャランティーとかで別にそこまで言わなくてもいい、ね、言わなくてもいい、ね、聞いちゃったんだけど言わなくてもいいなと思いながらね、いやそれで北は北海道は鹿追町というところとか、鹿追町ってどのあたりですか、どのあれどこでしたか、帯広の上ですね、じゃあ本当町だから町のってことですよね、そうですね、最寄りの駅がない町でしたね、じゃあ駅まで乗っけてってさ、どこ乗って聞かれたんなるほどね、でもそういう2人で行くとね、その前後のそのプロセスがやっぱ旅として面白いんじゃないですか、なんかこう変わった店ちょっとここ入ってみようかみたいな、まあでも基本的には飲んで終わりですよ、飲んで飲んで終わり飲んで終わり演奏して飲んで、管巻いて終わりですよ大体なるほど、なるほどね、今回のこのアルバムには2曲のカバー曲が、まあロンドンコーリングっていうね、まあザ・クラッシュのナンバーと、そしてゴッドファーザー愛のテーマ、これはまたそのハードボールドなのと、まあこう正統派の定番と2曲入ってますけど、じゃあこれまずゴッドファーザーの方聞かせてもらいましょうか、はいもちろんですじゃあ、いきますよ、武藤翔平 with 上野浩二でゴッドファーザー愛のテーマ、世界観で2人でゴッドファーザー愛のテーマっていうですね、これある意味冒険ですよね、みんなが知ってる曲じゃないですか、これに挑むだと挑んだところはどんな感じなんでしょうか、なんか2人でやってるこの形がなんか相当なバンドというね、
ステータスから言うと相当な変化球なわけでしょ。まあそうですね、うん、でも2人でもこうやって成り立つんだっていう自信がついたから、うん、逆にあのカバーは思いっきり王道をやろうかなみたいな、はいはいはい、うん、誰でも知ってるものっていう、 うん、でこれ詩もね、あ今回詩は、うん、あれこれ尾崎清彦さんが歌ってたバージョンなんですよね。ああそうなんですか、はい、もともと、はい、そういうのを発見して、はいはいはい、うん、なんかさすがにねスペイン語とかイタリア語とか英語バージョンもあるけれども、うん、なんかイタリア語バージョンとかねできないですからねイタリア語が俺、うん、まあね、はい、そうか、でも非常になんかその変化球を僕は非常にまっすぐから受け止めた感じなんですけど今回ありがとうございます。アリアチパンクス、お二人それぞれ、まあ、今回はこのある意味集中してガーッとこのね、アルバム、出るのが3月16日ですけども、はい、やられますけども、それぞれの活動 のことなんかも聞いてもいいですか。もちろん、あの武藤さんの方は勝手に仕上がれの方とかはない、あんま動いてないです今それはもう割とそういう時期っていう感じなんですか。そうですね、うん、なんかメンバー個々にちょこちょこやってたりして、うん、はい、なんだろう、アルバム作る準備はちょっとしてるんだけども、うん、ちょっとね、俺がとりあえず一回上野くんとのこれをやってツアーもやろうとかっていう話も出てるんで、うん、ちょっとそれで落ち着いたらミーティングしようかみたいな感じ。なるほど、はい、あ、じゃあその辺大人なバンドでいいですね。まあそうですね、みんなここにいろいろやってますから ね、うん、いいですね、はい、うん、だからあとはその勝手に仕上がり以外でなんか最近給油と言いますか、うん、なんか声かかってまあ、コルツはい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 、でマックショーで特に活躍してる岩川さんとか、うん、はいはい、神田くんとかと組んで、うん、ちょこちょこロックンロールで遊んで、なんかこそっとライブやったりしてます、ね、あ、そうなんですか、はい、それは完全にドラムに徹して、うん、ドラムで歌わないで、はい、歌わずに、はい、そうかそうか。ブヨさんの方ははい、まあ、ちょっとまた宣伝っぽくなってしまいました。いいですよ。来月ね、その、うん、ダットマムゴットっていうバンドがありまして、ひやむたさん。ひやむたさんのバンドが、4月何日って言ったかな、はい、まあ、レコード出ます、うん、それこそ加納さんのスタジオで撮った。はいはい。前作もそうでしたよね。そうですね、うん、第2枚目のセカンドアルバムが出ますんで、うん、まあ今、あと、ハエタスの、レコーディング中、って感じですかね、うんうんうん、で先ほど佐藤泰治と、うん、ミーティングしてきたんで、うん、佐藤泰治もできればいいなと。ああ、なるほど。じゃあ多岐にわたって。そうですね、まあ頑張んないとね、世知辛い世の中なんでなるほどね、うんうん、上野さんがちょっと僕知らなかったのあれ失礼なんですけど、歌うってみたいなことはない。僕はもう俺が歌ったらほんとカラオケになっちゃうんだよねせっかくこんないい声していい歌歌う人がいる隣で俺が歌っちゃったら大爆笑ですよね。いやいやいや、分からないですよね。誰かこういいプロデューサー的なね、その僕がプロデュースしましょう。そうそうそう、引き出す人によっては、次のセカンドブラムは無上野浩二ウィズ武藤翔平、逆にね俺なんか俺そっち俺ギター腕ないかなうん、でもそれでもいいですよ。次ね、またレコード作りたいなっていう翔平とも話してるんですけど、ね、これをね続けていただきたいプロジェクトだな。これからどん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 このメンバーが増えていっても、うん、名前は武藤翔平ウィズメの個人なるほど、まあ、それが一つの記号っていうことなんでね、バンド名ですからね、バンド名です、スーパーストロングマシンみたいな感じでどんどん増えていっても同じ名前だっていう上野さん歌ってほしいな。歌えばいいですよ。どうですか、ね、いやいやいや、いいんじゃない、歌ってもらうように。じゃあ次ブランデーグラスのカバーやろこれでね、うん、ロンドンコーリングと、まあ、ゴッドファイザーやったんだったらブランデーグラスもありじゃないですかね。ね、この携帯で、ね、ユージローの。ユージローで、うん。悪くはないですね。これでおいしい。もちろんですよね。そうです。ヨギリオでもいいですけど。そう、楽しみに、ね。そういうね、なんかちょっと変化球、やっぱり、お互いのいろんな活動の、また別として、まあ非常に遊びやすい場っていう感じでもいいんですかね。うん、小回りが効くしね、うんうん。さっきも言ったけど、どこでも呼んでもらったら、本当どこでも、
うん、行きますんで、うん、ですよね、詳しくは翔平の、うん、ホームページまで連絡ください。で、2人のそのライブ的なものは、まあ、これリリースが3月16日で、4月の9日の土曜日にタワーレコードの新宿7階の方で19時から、はいはいはい、インストアライブ。インストアライブ、これだ、通りすがりの人でも見れますからね。っていうことですよね。はいはい、なんか、サイン会もやってて、うん、サイン会に、なんか参加するためには、なんか、ちゃんとアルバム買って、参加券もらわなきゃいけないらしいんだけど、うん、なるほど。ライブだけは、まあ、ミニライブなんだけど、それはもう通りすがりで見れるんで、うん、なんかもう、知らないけど、ちょっと見てみて、ああ、いいなって思ったら CD 買ってやってください、みたいな。うんっていうね、機会がまず、うん、まあ、はい、東京ではあって。まあ、ライブは見たいけど、まあ、おっさんと握手しなくてもいいやっていう人は、透明見てもらえる。なるほどね。で、5月の2日から、はい、その、1、2、3、4、5、6、7、8、9本ぐらい、準備。もうちょっとあるんじゃないかな。今、ここ、うん、僕が情報もらってるところだと、9本、10本弱ぐらいかな。まあ、つつうららまではいかないですけど、うん、まあ、ツアーやりますんで、うん、まあ、詳しくはね、我々のホームページになるものがあるので、武藤上野 .com、はい。はい。それを見ていただければ。で、東京はちゃんとした、ライブは6月3日、ちょっとだいぶ先ですけども、はいはい、下北沢の富士口の、はい。はい。まあ、今回は全部飲み屋さんというか、なるほど。そういう酒場を回るんで、うん、ぜひぜひ皆さんね、飲みに来ていただければ。はい。はい、うん。飲みながらで。飲みながら。ね、いい気持ちにさせてありますから、はい、っていう、うん、なんかちょっといやらしいな、いやらしいですね、時間帯まだ早いんじゃないかなというぐらい、これね、みちょの夕方ですからね、はい、いや、俺がいい、俺たちがいい気持ちになるかもしれない、うん、奥さんみたいな、ちょっとね、今のところね、そういうね、単語を入れると、ね、だんだんと、うんうん、なんで奥さんなのか、ちょっと俺もよく分からないなんかね、うん、奥さん見に来てくださいよ、うん、気持ちよくさせますよ、気持ちよくさせますよ、奥さん。はしょりすぎ。なんか間が何か抜けてる感じがしますけどね。じゃあ、二人でね、ライブをやっていただきたいなと思ったんだけど、まあ、楽器調達の都合で。そうです。ちょっといろんな都合いろんな大人の事情で。大人の事情で。奥さんすいません。そう、奥さんすいませんっていうことで。本当に、はい、武藤さん一人で ね、せっかくだからやろうかなって思ったら、ちょっと、まあ、本当にいろんな都合があって、私一人で。そう、すいません、はい、奥さん。じゃあ、スタジオライブをやっていただくっていうところで、まあ、トークの方はこの辺でお別れっていう感じなんですけども、はいはい、ありがとうございました。とんでもないです。また呼んでください。次は必ず酒も入れながらって、ぜひ、収録にしたいと思いますんで。ありがとうございます。ありがとうございます。今夜のエブリバディノーズは、マリアッチパンクスを3月16日にリリースされる、武藤翔平、ウィズ、上野浩二、お二人をお迎えしました。